はい、乾杯。神奈川県出身の黒木カレンです。よろしくお願いします。京都出身の中根ゆりかです。よろしくお願いします。岡山県出身の鶴井ゆりかです。よろしくお願いします。すごい手作り。ちょっとディスって手作りだ。じゃーん。賞金が出たら何を買いたい？あー、これはいいかやな。なんかあんの？買いたい。いつも言ってない？見て欲しいみたいな。言ってる？言ってる。カバンを、財布欲しいみたいな。財布欲しい。そう、財布。あー。エリカなさそう。ある？あんまない。なんか、あ、確かに物欲聞かないね。物欲聞かないね。物欲聞かなくない？聞いたことないかも。なんか欲しいみたいな言わないよね。カレンちゃん。私、なんか賞金が出たらちょっとこう貯金して、逗子に家を建てるのが夢なの。かっこいい。すごい。海沿いのちょっと上の方に。津波来ちゃう。津波きれいのところを選ぶの。ああ、そう、隣の家に眉いそう。いや、なんならシェアハウスありしてそうよ。一緒に住んじゃうみたいな感じでね。いそうね。物っていうより、なんか旅行行きたいな。ああ、分かる。うん、ディズニーとか行きたい。行きたい。冬とか行きたいね。違う、ほんとに絶叫乗れる人だっけ。乗れる、めっちゃ乗れる。乗れる、頑張る。あ、最近見た夢。あえ、なんかさ、ゴルフの夢見ない？めっちゃさ、一ホールでさ、30打ぐらい打つ夢。見たことある。あるよね。シャンク止まらん。止まらん。OB 止まらんとか見たことある。そう、それ。でもゴルフはもう見たことある。そのやばいよね。シャンクとか、チョロ。チョロ。見る見る。頭つけました。大丈夫だ。面白いエピソード。何？面白いエピソード。面白いエピソード。私、一昨日、エアコンかけずに窓開けて寝てたの。網戸あるんだよ、4時半ぐらいに目覚めて、めっちゃ痒かったの、左手だけで4箇所刺されてる、床に。めっちゃ痒い。やばいね。やばくない？最悪だね。これ腫れてるってこと？ここ腫れてない。あ、違う、白いな、ほんで。うん、でも結構焼けた方だね。焼けた。出会った時に比べて。うわ、焼けた。ここやばいよね、テーピングだから今日はちょっと貼ってきた。そういう方。うん。じゃらん。いいね、行きたい場所。うん、まあ、ディズニーランドじゃない。さっき話したな。はい、次。はい、次。尊敬するゴルファー、シンジエさん。アースモンダミンで、回ったのよ。うん、予選ラウンド2日間。そう、小野木浦ちゃんと新宿とうちの3人の組み合って。なんか初めて一緒に回ったプレイヤーに感動した。めっちゃ上手かった。そう、キャディーさんがここに打ってって言ったところに絶対落としてくるし、その落としてくるところが、パターが簡単にこう入るっていうか、もういいとこに絶対落としてくるから、ゼロラインとかで。そう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 。いや、もうマジですごいなって。しかも、もうドライバーがほんまに曲がらへん。なんかバンカー入ってさ、右手前バンカー入ってあんま読んなかったの分かる。あの2段グリーンの下から出たやつ。そうそうそう、あれやばかった。なあれはやばかった。でもやば、信じる、ここでボギーかって思って見てたら、え、入るんだ。そうそう、結構長かった。長い長い。2段グリーンの下からやったから。もう2段グリーンで入る確率って1年間に1回ぐらいじゃない？間違いない、間違いない。どうぞ。え、尊敬するプロゴルファーは？どうぞとか言って。どうぞ。え、なんか男子だけど、なんか地元であのプロゴルファー杉山智康さんっていう人、水野の人なんだけど、ちっちゃい時からずっと一緒にゴルフしてたので、なんかもうめっちゃめちゃ真面目、出会ったことないぐらいの真面目。そう、なんかね、書類とかもゴルフの
もうなんつうんだろう、めっちゃまとめるのデータを、データを、そう、なんか自分のその分析したりとかしてまとめて、なんだろう、ゴルフで生きてるみたいな感じ。ああ、もう分かる、ゴルフ命、そう、ゴルフ命、自分にできないねことがね、できる人は尊敬するね。それはある、すごい超笑顔な、なんか話重くなったねそういう感じ、そんなことないけど、そんなことないよ、なんかいい話、いい話だった、いい話だった、はい、はい。ゴルフ女子あるある、ゴルフ女子あるある、靴下履いてるよね、裸足で焼け方ね、焼け方、確かにあるあるだねあと左右の手の色、焼け方やったら、あと半袖焼け、短パン焼け、ゴルフで使う用語を普段でも使う、例えばアゲンストだなみたいな、なんえ、でもマンって使わない、マン、マン強、マン強とか、そう、マン、あ、そうだね、ジャージが一番似合うっていうのない、ある、私よく言われる、そう、ジャージが一番結局似合ってるみたいな、なんでだろうね、スポーツ系のイメージなんだよね、一時リボン流行んなかった、え、めっちゃ流行ってた、ね、もう流行ってた、流行ってるかな、してたね、してたよね、彼もさ、リボンは、してない何だろう、あとみんなリングしてない、最近、あーしてる、してないけど、私全部してない、全部してない、ゴルフの時はしてない、絶対痛い、痛そうやから、え、最近時計いない、アップルウォッチ、おる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 、ね、おるおる、確かに多いよな、アップルウォッチ多いよね、男子プロもいない、最近多い、多い、アップルウォッチ欲しいね、かっこいいよね、つけてる人かっこいいね、つけてるじゃん、え、アップルウォッチじゃないこれ、時計、アップルウォッチさ、あれ LINE も入っちゃうじゃん、通知も、通知とかどうすんの、いや、なんかさ、アドレスした時にさ拾うみたいなえって感じじゃない、ね、なっちゃうよね、あれ気になりそう、あげた時とかいいね、こう、あ、これ拾うみたいなめっちゃ気になるじゃん、ね、でもかっこいいアップルウォッチ欲しい、欲しい、うん、かっこいい、引きます、引きます、私いいですか、引いて、そういうの買いたいな、あ、ごめん、好きな著名人、芸能人、え、あの人じゃない、あの、忘れた、え、私、うん、え、あれ、またらあやちゃん、そう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 、あ、わ、好きだねなんかなんだえ、なんだろうね、誰好き、え、俳優とかあんま興味ない、興味ない、興味ない、だっていないじゃん、いないじゃん、だっていないじゃん、確かに、マッケンかっこよくない、かっこいい、かっこいいよね、なんか前も言ってたよね、うん、やばい、でも付き合ってそうだよ、なんか付き合ってそうだよね、マッケンさんここにマッケンさんいるのいや、もう死んでもいいよ、それ出会え、え、キムタクかっこよくない、かっこいいな、めっちゃかっこいい、やばくない、人生で一番出会いたい、マジ、マジ、なんかうちのお母さんめっちゃスマップ好きな、嘘、話し合うかもしれない、あ、かもしれない、え、歌誰好き、誰聴く、最近サナリ聴く、え、めっちゃいいよねめっちゃいいかな、え、フローラム聴いてる、え、聴くよかっためっちゃいいよね、やばい、やばいね、それ最近言えたの、へえ、あ、そうなの、そう、だから、え、やばみたいな、え、あの人ちょこちょこライブしてんの、マジ、うん、ってことある、チケット、え、今度行くの、え、いいの、もう超楽しみ、いいの、うん、聞きまくってるよ、歌、ゆかちゃんいる、え、ミスチルめっちゃ好き、あー、あー、いい、めっちゃいい、もう常、え、じゃあカラオケとかも、あれ、ミスチル歌う、え、もう基本、あ、そうなんだ、なんかさ、いつもさ、イヤホンしてるじゃん、うん、え、あれちゃん、ミスチル聞いてんの、ミスチル、いいよね、か、確かに、アニメかな、あ、アニメ好きなの、そう、好き、ドラゴンボールとか、違いますなんでそのジブリとか、ジブリね、そう、ポニョ、ポニョ、ポニョ絶対興奮してたからじゃん、ポニョね、好きだね、あれでしょ、セーラームーンとかでしょ、そう、
セーラームーン好き？めっちゃ好き。あのさ、マーメイドプリンセス見てた？マーメイドプリンセス？人魚人魚人魚？え？ピチピチピチ歌うやつ？そう見てた。超面白くない？超おもろい。あれ超いい。超おもろい。なんかおもろい。人魚。はい。守護キャラとか見てた？見てない。でも漫画読んでた。中央キャラ仲良しで、ちょっと見てた。キラリンレボリューションとか。あー、見てた見てた。なんだろう、懐かしいな。見るもでポン。あ、見てない。え、好きだった。面白いよね。面白い。てか、めっちゃ覚えてんね。え、めっちゃ見てたよ。あれ、マイメロディー、お願いマイメロディー。あったな、見てない。お邪魔じゃドレミ。ドレミ見てた。見てた。早っ。プリキュアはね、見てるもんね。絶対見るよね。安定やん。あんま見てない。いや、私なんかちっちゃい頃、何プリキュアとかだったら、なんか他のさ、男の子向けのアニメあるじゃん。ウルトラマンとか。いや、ウルトラマン違うな。じゃあなんか小学校の時とかに稲妻イレブンとか好きだった。あ、そっち系だった。わかる。稲妻イレブン面白いよね。あれね、ゴッドハンダーみたいな。そうそうね、面白いね、あれね。ワンピースとか。漫画はあったら読むぐらい。終わっちゃった。ハンターハンターとか見てた？ああ、途中まで見た。なんか教習所のなんか待合室にあった。え、漫画？ああ、漫画ね。漫画見たことない。おもろい。面白い。ハマる。結構複雑だね。さらっと。やばい、それは飲めよって。飲まなあかん。胸壊した。